僕はですね、ぴょこたんという名前でこういう漫画を描いているものです。僕は任天堂信者ね。いやちょっとね、緊急報告枠なんですけど、他人のね、不幸はね、蜜の味って言ってね、年末のクソ忙しい中に、お、なんか他人の不幸がの匂いがするぞって言ってこうやって来て、で、わざわざこのよっしゃーとか書いてる君たち、僕のね、策略に釣られちゃったんじゃないの？他人の不幸は蜜の味っていう、そのね、本能によって動いてるその時点で程度が低いんだよ。やじ馬根性丸出しで、嫌なことがあったと思ったら急いで駆けつけてさ、で、自分よりもね、悲しんでる人を見て心を安心させるみたいな、人間としてレベルが低いんだよ。まずその、そういう思想、そういう思考回路を持ってる時点でね、君は一生負け組のまんまだよ。だってこうやってさ、この動画もこうやって僕が不幸な目に遭ってると思ってワクワクしながら来たわけでしょ。別に大して不幸な目に遭ってないのに。ただし僕はタイトル詐欺みたいなことはしません。だからこのね、緊急報告、 YouTube から違反警告を受けて動画が消えましたと。これはね、まあ事実なんですけど、状況を説明させていただきますと、 YouTube さんからは、ね、いつもね、良好な関係性を築いてまして、これまでね、こういった、まあ一応ね、収益化に対して黄色マークがつくことはあったんだけど、ちょっと待ってくれよと、これは収益化動画ちょっと難しいかもしれんぞっていうね、黄色マークがつくことはありましたけど、強制的に動画が消されて、しかも違反警告ですって言ってね、その自分のアナリクス的ステページのトップにね、そんなのが出ることは今まで一回もなかったんですよ。それがこの度ですね、 YouTube の規約が改正したのか何なのか分からんけど、一気にね、10個ぐらい全部バーンって、違反警告削除しました削除しました削除しました、なんか異議を申し立てる場合はこちらにバー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 って10個ぐらいですね、違反警告をいただきまして、それが何の動画か、もうね、マニアの皆さんならね、分かってるかもしれないですけど、僕がですね、ポーカースターズでポーカーを無双するって言って、ポーカーしながらこういう感じでやってんだ、このダコがフィッシュとか言ってね、大えばりしてたあの動画全部消えちゃいました。ポーカースターズっていう、まあオンラインポーカーサイトで外国人ども相手にね、偉そうにねやって、はいフィッシュって言ってて、あれがなんかね、違反警告って結構重くて、このまんま放置して3アウト食らうと、まず1アウト警告が来て、もう1回やったらダメですよって罰、1アウトなのね。で、2アウトになったら1週間とりあえず全部動画の公開とかライブ配信とか全部できなくなるので、2アウトになったら今度はそれが1ヶ月ぐらいに伸びて、あ、2週間だったかな。で、さらに最後に3アウトになって1ヶ月になって、その後もチャンネルが消去されるっていうです。90日間だったかな、なんかそういう決まりがあるらしくて、今はとりあえず警告の段階、こういう話になってますけど、あなたのこの動画ね、結構 YouTube のガイドラインに違反してるんで消させていただきましたよ、この動画は消させていただきましたよってバーって。で、これからもし僕が一応明日ね、もう一回日本人の JOPT っていうね、オンラインポーカー大会があるんですよ、だから明日のその動画10時からやろうと思ってんだけど、どうしようかなと思って、ここで上げたらさすがにどうかなっていう気持ちもあるじゃん。だからそこを今検討しているんですけど、でもね、僕のポーカー動画っていうのは基本的には実践のね、そのまあ教養の部類に属するわけよ。だけど YouTube の AI 検索によると、もうその画面が出てる時点でこれはオンラインカジノに違いないっていうことがあって、こいつはオンラインカジノでボロ儲けしたっていうことにしてね、オンラインカジノからマージンを取って客を誘導してるんじゃないかっていうですね、 YouTube のね、中のね、 AI がそういう判断をしたみたいで、だからこういうことになったわけだけど、一応ね、異議申し立てとりあえずして、あのね、なんでか教えたけど、 YouTube の基準、基本的にはまあ一応地球上全部が対象ではありつつも、基本はアメリカなんだよな、やっぱな、アメリカ基準の采配なの。
だからアメリカで、未成年からデータを収集してそれに合わせて広告出してたら裁判かなんかで負けて、かなりこっぴどくね、アメリカではとっちめられたの。そしたら急にね、全世界的にこの動画は未成年向けですか、それとも成人向けですかってチェックを入れるように大急ぎで変更になったりとか。それと同じようにですね、オンラインカジノってアメリカの人ってね、やってないんだよね、オンラインポーカーとか。2005年に大学生の中でね、オンラインポーカーブームが、めちゃくちゃポーカーブームが起こって、アメリカの大学生がみんなね、世界中のね、僕たちシャークにかもられたのっていう事件があって、でそれ以来ね、アメリカではオンラインポーカーが全面禁止になったんですよ。それによってオンラインポーカー界の勢力図が一気にガラッと変わる大事件が起こったんだけど、その時までは僕もね、アメリカ人のフィッシュをかもることでボロ稼ぎできたのが、一気にね、見渡す限りブルーギルいなくなっちゃったからさ、入れれば釣れる、あのブルーギルという名のね、アメリカのバカ大学生たちが、だってあいつらさ、何にもしないでただただオールインしてくるんだもん。何も考えず、確率とかも考えずに。アメリカとかでポーカーがその時流行ったのは、スポーツチャンネルでね、ポーカーの中継やってたので、ハイライトとかだとありえないクソみたいなハンドですごい強い手をガチーンってまくり上げるみたいなシーンばっかりが流れて、そういうところが流行ったっていうのもあって、アメリカのプレイヤーっていうのはクソハンドでも何でもどん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 突っ込んでくるっていうですね、とんでもないフィッシュ。だから僕みたいなちょっとゲームがわかる、その頃はまだ戦略とかも全然定着してなかったから、ちょっとでもゲームの理解力が深ければ、もうずーっと釣りしてればずーっと釣れるっていう、ずーっと釣りまくれるっていうね、とんでもないね、あのボーナスタイムがあったんだけど、だからそれによってアメリカでは、まあオンラインポーカー未だに多分アメリカ人プレイヤーがいないってことは、あのリアルマネーのところいないからねってことは、そういうことなんですよね。でまあそれが基準になってるから、だからオンラインポーカーっていうこと自体でもう悪っていう風に見られちゃってるんじゃないかな、オンラインカジノっていうことで。だから一斉に取り締まりで、前々からね、 YouTube がねさらに厳しくなって、ギャンブルは NG になるよっていうことはね、もう今年の前半ぐらいからね、小耳には挟んでたんで、気をつけようと思ってるから、僕は全部プレイマネーでやってたの。戦術的には別に変わりないから。プレイマネーっていうのはお金を1円もかけてない、単なるまあゲームだよね。だけど同じサイトだから、見た目も同じだから、ロボット検索にはその差とかも絶対分かんないはずなんだよね。だから一応言い訳として、あれは単なるゲーム配信でプレイマネーでやってますし、僕はそのポーカーサイトにねお客を誘導するっていう気持ちも一切ありませんし、まあこの動画自体は自分の戦略をね見せつけるための単なるゲーム配信に過ぎませんよっていうふうに、広告が使わなくなるレベルじゃなくて、今回は違反警告だから、YouTube のガイドラインに完全に違反してるんで、もう文句なしで削除、いきなり削除されますよっていう今状態で、だから僕のチャンネルのポーカー動画が全部なくなっちゃいました。で一応全部の動画に対して、一応だよ、こういうのはまあ基本的には全部やるべきことだから、釈明みたいなのを同じ文をコピペして送っといたけど、音沙汰なしです。だこのまま、まあポーカー動画はね闇に葬り去られて、 YouTube には二度と上げることはねないですね。あんなにねコンテンツとしては素晴らしくて、これからポーカーを始める人なんかはスピードラーニングのようにね、こう身に染みて入ってくるから、消された時もね、そのマニアの人たちからはね悲しみの声がたくさんお届けされてましたから、なんでポーカー動画消しちゃったんですかって、もっと見たかったですみたいなね、わざわざ DM とかまで届いたりしてですね。でもまあこうやって釈明させてもらうと、僕が消したわけじゃないよって、 YouTube 様がな消しちゃったんだよ。だからこれからはですね、考えうる手は、まあ一応動画自体のデータは残ってんだから、これをどっかニコ生もちょっとだからさ、 YouTube にさ順次って YouTube の真似みたいな乗っかりをして、ニコ生までそういうことやってきたらめんどくさいから、今考えてるのは、まあニコ動でもう一個アカウントを作って、そこをポーカー専用チャンネルにするか、それかこれを機に、なんかそのポーカー動画だけは別の場所にどっかに移動しようかなと思ってんだよね。でその別の場所で僕がね白羽屋を立てたのは、あのオープンレックってどうかな。オープンレック、あそこってさ動画上げるサービスってないの。なぜならオープンレックの、まあ、元をたどったボスが藤田進じゃん。僕がこの前株主総会行った
あの辺だったらなんかそういう頭脳ゲームに寛容じゃねえかなっていうね、単なるそういう勝手なイメージ、藤田進むですでおなじみの、あ確かに藤田進むと、僕藤田とファミコン芸人、ゲーム芸人の藤田と、サイバーエージェントのそのトップの藤田進むと同じ名字なのに、全然そこの藤田と藤田で一致してなかったわ。よくよく考えたら確かに、あのサイバーエージェントのねトップの沖縄恵と結婚して離婚したあの藤田社長がさ、別に最初にさ出てきて藤田ですって言ったって別にいいんだよな、藤田なんだからやってくれればいいのに、それぐらい。とりあえずどこでもいいんだよ動画なんて、別に後からそういうこういうのやってますよっていうふうに言えばいいだけだから。できれば配信もしたいなと思ってるのね、もし可能だったらね。うん、だからちょっとオープンレックを今検討してますんで、そう普段行かないサイトでちょっと隔離しとこうと思って、ポーカーコンテンツだけは、でポーカーコンテンツだけのなんかそういう感じでねしようかなと思ってるんだよ。なんでね、まあ別にそれによってめげてるとかそういうわけではないけど、僕のねそのそれによって、ね、有料のコンテンツがちょっと減ったっていうことに関しては僕は危惧してるというか、まあしょうがないんだけどね、結局は YouTube の決定に僕は従うしかないんですよ。 YouTube 上で活動してる以上はさ、だからそれによってどうこうギャーギャー言わないで、ただこれが本当に違反だったんだったら二度とこういう動画は上げないようにしますよっていう考え方だけだから、うん、ただそれだけの話で、こういう動画だから今回ダメだったら別のところで上げましょうと、誰も別に悪くないっしょ、うん、いろいろ状況はどんどん変わるの、世の中は波乗りのようにねこうやって状況は変わっていくんで、別に僕って大して痛手じゃないわけ。ポーカー動画が消されようがさ、全部でまあな1000個ぐらいある中の動画のうちの10個ぐらいなんだからさ、それが消されてギャーギャー言うよりもね、別に違う動画をもっと作ればいいだけですわ。